東京に4度目となる緊急事態宣言が出される見通しとなり、新千歳空港では利用客などから不安の声が多く聞かれました。7月の連休、夏休み、お盆、えー、こうした時期に人々の活動移動が活発になるということも踏まえまして、8月22日まで、えー、とすることとしたいと。 政府は週明けから東京に4度目の緊急事態宣言を出す方針です東京と行き来する人や空港の土産物店の反応は今日新橋で泊まるんですけどもうどこにも出歩かないように満席ですねやっぱり慣れたんだなと思っちゃいましたねやはりお客さんが多くなるとまあ、お買い物もしてくれるんでまあ、売り上げ的にも上がるとは考えてはいましたけどねちょっと想定外ですね 政府は専門家から意見を聞いたうえで夕方に正式決定することにしています。